皆さんおはようございます。朝刊原田の時間です。大好きなというか究極の好評をいただいております教育育成シリーズです。今日のクレードです。いっちゃいましょう。短いです。今日のクレードです。思い続ける。今日のクレードは思い願い、思いやね、思い続ける。今日の元気アップクレードでした。いってらっしゃい。今日のクレードどうですか長官。思い続ける、思い続ける、願い続ける。好きやな、この感じ。大好きやな。中学の教師やってたでしょ。それから小学校も講師でちょっと行ってたんですね。修学旅行ってあるじゃないですか。修学旅行引率するとね、お見送りのね、保護者いっぱい来るの。もうほとんど女性お母さんですね。でね、子供ら修学旅行2泊3日よ。2泊3日よ。全国大会もせや、全国大会、まあ5泊3日1週間やん。でもね、なんかしら修学旅行って思いが高まるのかな。PTA の人とか修学旅行のお見送りの人が来たらね、泣くねん。新大阪の駅でお母さんポロポロポロで、誰か泣いたら泣くねん、ポロポロポロ。生徒はそんな泣けへん。親泣くねん、ポロ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 泣くねん。これやっぱりこれ寂しいんやなと思うとね、いや僕も分かりますよね、そういう気持ちね。で、中学旅行行って、萩ツアーの行って、新幹線買ってきて、新大阪がずっと着いたら、ホームの駅にお見送り来てくださんねん。ホームの駅でお母ちゃん泣いてんねん。また泣いてるわ。どうしたんですか。いや、先生、やっぱり悲しいとかそんなやなしに、なんか、中学3年生ここまで頑張って成長して子供立派になって修学旅行行ったなと思ったら、なんか思いいっぱいになって寂しいのもあって泣いてしまって、先生、2泊3日の間ずっと思い続けててんって言いました。ごめんね先生、こんな泣き虫で。いや、そんなことない、お母ちゃん、もうそれは子供にも伝わるから素晴らしいよって言ってね、ごめんなさい言ってね、泣いておられました。一人じゃない、たくさんね。ね、私もね、子供留学ね、アメリカ行った時にね、毎日心配してましたね。毎日願ってましたね。やっぱり心身健康に、病気とか事故とか怪我ないで、もう一人やからね、アメリカね、いますからね、毎日ね、思い続けていました。皆さんどうでしょうか。やっぱり究極の教育シリーズやね、思い続けるっていう、願い続けるっていう、まあ、このクレドが答えかな、そんな気がします。思い続けるね、願い続ける、どうでしょうか。ちょっと身の回り考えていただいて、思い続ける、そういう対象者見つけてね、思い願い続けてあげてください。きっと、氷山の下でメンタルマインドでね、つながると思います。なんか修学旅行のお迎えとかの話ちょっと喋るとね、なんか感動しました。お母さんの気持ちもね、よくわかります。思い続ける、いい言葉ですね。今日のクレードです。挑戦してください。拍手お願いします。よーおっ、いってらっしゃい。お父さんこともあろうか、犯罪犯してしまった。お父ちゃん来るかな、またもう来られへん。やっぱりずっと隠れて、もうほんま1ミリも見せんと隠れて、何があったかわからないですけども、絶対勝とうと思ってましたってね、女の子言うてね、泣いてました。まあ、お父さんも泣いてました。